のウィークデーパスポートで東京ディズニーランドに来てます。イエーイ。夏ゴーンウィークデーパスポートは夏の夕方の5時からパークに入っていろいろ楽しめることはできます。まずコーディネートを完成するために先にお買い物していこうと思います。こちらはディズニー夏祭り2016年の限定グッズのコーナーです。ホームページでミニマウスのグッズはすごい欲しかったので、ちょっとチェックしてみます。今回のコーディネートはミニちゃんの T シャツとカチューシャをメインポイントにしてコーディネートにしようと思います。可愛い夏向けのグッズも手に入れました。みんな夏祭りのスタイルですごい可愛い。日本っぽいの座布団もありました。知ってきました。これからミッキーマウス会いに行きます。今日のコーディネートはミニちゃんのイメージにしたキャジュアル夏コーデです。味見してみます。
クリームコロッケがついてます。かわいい。そしてこちらはチキンサラダで、ちょっとしたハートも入ってます。かわいい。こちらはハートのパスタ入りミニストローネです。で、ハートはついてるよ。ハート形のパスタ、あ、見つかった。こちらです。かわいい隠しハート、いました。そして飲み物はアップルティーソーダです。あとこちらはちっちゃ猫のスーベニアボトル付きです。かわいい。はい、はい、いただきます。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。